110秒ハードスピードラン、限界突破、限界を突破する。さあ限界まで飛ばしていくぞ。110秒間、110秒のスピードラン。はい、パッパッパーン。さあ早くも10秒経過、残り100秒。オンオフを押してゲートを開いて進んでいきます。ドーンと投げる。よし、さあ結構オープン、こう進めるか、どこまで進めていけるか。でででで、でででで、さあ音符の間を抜けていく。さて隙間を通ってオンオフを押すことにより、押したことによりコースが変化しています。変化している。さあ、まあいい感じでございます。いい感じ、いい感じ。さあいいペース、目立ったミスはまだない気がするが、よし。さあ、あのね、バーの横バネを、横バネもスピンジャンプで、わーおー、びっくりした。はいはい、おっと、コーラとメット、コーラとメット、メットの大砲を踏んでスピンジャンプ。あっと、おー、はい、スライディングでスラガを投げ倒していきます。さあ、スターラン、トゲには引っかからないように、引っかからないように注意していきたい。いかにスターといえど、針に引っかかったらタイムロスしてしまいます。あ、大丈夫か？おっと、スピン、はい、スピンでね、横バネを自分から一瞬あたりにゴールしました。喋ろうとしたらゴールしてた。はい、横バネから土管から出た瞬間に上に横バネがあったときはスピンジャンプすることによって一瞬だけ加速が速くなるって言いたかった。プレイングウィズマイスノーボール、スノーボール、雪玉だな。雪玉を踏んで足場にする。チョロプ、はい、雪玉、雪玉踏んで、雪玉持って、雪玉ぶつけて、雪玉踏んで、雪玉持って、雪玉ぶつけて、中間取る。わかりますか？雪玉持って投げて、雪玉はいいが足元にも注意しろ。踏んで踏んで、あーっと雪玉追いつけない。自分が投げた雪玉に追いついて踏むと、自分が投げた雪玉、でっかい雪玉踏んで、ちっちゃい雪玉、おー失敗。踏みます、踏んで投げる、踏んで踏んで踏んで、ちゃんと踏め、ちゃんと踏む。さあ、そして踏んでぶつけて土管に入る、踏んでぶつけて中間を取る、ワープも取る。踏んで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 投げる、お、上投げ。さあ、そしてこのちょっとだけ届かない、はい、チョロプー踏んで、チョロプーだけ踏んで、生き玉踏まないとか、そんなんで、むしろできるんか、そんなん。よし。さて、投げて、おー、なんだ。はい。横か。ここは横向き投げた方が確実に当たる。なんだこれ。あ、わー、跳ね返ってくる。そういうことね。よし、上ちゃんと踏んで、よし、横投げる投げる、ここも横、よし、ここへ持ってくるから、はい、しっかり踏んで、どうだどうだ、これは
これは雪玉パネジャンプ、雪玉パネ当てジャンプ、オッケー。これでしっかり上からゴールします。チー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 、センキュー。雪玉コース、プレイウィズマイスノーボール、 雪玉の素晴らしいコースでした。キープユアフィート、ヨッシーの連続踏ん張り、ゲネさんのコース、ヨッシーの連続踏ん張りだということですが、あ、そういう感じなの。なんだこのオンオフを利用して、いやー、なんかダメだった。ダメなんですけど、この点線のところで利用して、ここで一瞬着地することによって、まるで無限に連続で飛んでいるかのごとく飛んでいるように、ここだね、ここで一旦待機だ。ガリガリが下行ったところ、おっとっと、やべ、噛み合ってないぞ。ちょっとクソ、そう難しいわけではないはずなんだ。この点線の部分で対すればいいだけだ。あ、失敗した、待て、よしよし、いいリカバー。やべ、こ、あー、ガリガリ怖くて落ちちゃった。もうね、ここにいれば、ここで待機すればいいだけなんだけどさ、ここで空中で待機すれば何回でも踏ん張りできるんだけどね。これよし、いける、これならいけるか。案外慣れてないもんでしてね、ここで待ちましょう。よし、一旦落ち着いてキャラ行けば大丈夫です。なかなか面白い仕組みですね。シーン、うっ、あー、上行きたいな。やって、これ上行ってる。はい、4000点。ちょっと微妙な結果になりました。はっはっは。何がはっはっはじゃん。よし。よしの連続踏ん張り。そういうことね。まあちょっとね、擬似的に連続踏ん張りを表現するに、擬似的に。まあ、ヨッシーじゃなきゃできないですね。他、マリオじゃ無理だ。ヨッシーだけ無限に飛べるコースということですね。ジャンプキング、チックトラック、トエ。トエ？トイ？トイではない。さあ、開幕3アップ。さあ、3アップをいただいて、あーはっは。ここは、しっかり青リフトに合わせていきましょう。歩幅を。青リフトと合わせて、あれ、合わせてよ、青リフトと速度を合わせたらすぐ飛びましょう。さあ、ここは飛んでいく。いやー、はー、なかなか初見で判断するのが難しいですね、このコース。しっかりコースを覚えていかないといけません、いけませんよ。さあ、ここ乗ってこうか、コインも、あーい、さあ、コインもね、ヒントなんですから、しっかりヒントが用意されてるわけですから、用意されてるので、そこも手がかりにしていきましょう。よし。さあ、ジャンプキング。さて、あれ？左か。左だ。青い人にただ単純についていけばいいというわけではないぞ。お、ここから先はキラーさんもお手伝いしてくれます。チョロップ、青リフト、キラー、あー、一瞬これ背景かと思ったら普通に壁だった。このマリオ1空中スキンのさ、あれ、いない、そういうことレールが仕込んであった、ね、これのさ、マリオ1空中の青を、はい、ボーボーボーボボ、この背景のやつと壁と、何なんだろうね、慣れてないとかいうわけではないよ、今更慣れてないも何もないんだけど、なんかこのマリオ、初代のマリオの空中ステージの背景と壁がちょっと見分けがつかない問題。いや、それこそ慣れたら平気かな。
それこそ慣れたらそんな問題じゃないのか。はい、ちょっとびっくりした。途中下車、強制的に降ろされるとは。任意で、あー危ないぞ、危ない、通った、あー降りてくんのか。ねえ、強制的に降りさせられるのはまずいですよ。問題になりますよ。そういうのは。あ、ちょっと早く気づいたか。あー、ちょっと早く気づいたか。今時のなぁ、サービスが炎上するぞ。途中で降りるって言ってないのに勝手に降りさせられたって、運行会社にクレーム入れるぞ。どこに入れればいいんでしょうね。あ、ゴールだ。ゴール来た。青リフト運行会社にクレームを入れるぞ。ツイッターで。クレーマーは、まあ、ゴールしたから、今日のところは勘弁しといてやるぞ。どこの運行会社だ。まあまあ、それはともかく。ジャンプキング。TikTok みたいな名前のコースだな。まあ、とにかく空中の青リフトのに移っていくコースでした。はい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました。